はい、こんにちは。デイトレ塾、りょうへいです。今、7月6日、9時44分です。もう結構前に、ですね、最後が9時26分の取引で、今日もとりあえず終わっています。まあ、もちろんこの後取引する可能性もありますが、まあ、少しちょっとその疲れてるように見えたのか、ちょっとですね、妻に少し休んだらって言っていただけたので、いただけたのでっていう、まあ、少しね、休んだりもしようかなと思ってます。まあ、月曜日ということで、まあ、やる気がどこまでかなっていう中での、勝負になったわけなんですが、まあ、ちょっとそんなに多くないですが、一つずつ振り返ろうと思います。まず最初に入ったのはこの3989シェアリングテクノロジー。これは、最初から指値を入れてたわけではありません。420円を割ったあたりで、板の状況を見て、416に入れました。で、すると、だからここですね。ここで変えて、それでですね、あ、ちょっとこれ、ヒゲで見えない、陰線に被っちゃってるんですけど、この、そうだ、朝はゴールデン、デイトレゴールデンタイムで5分足のろうそくに隠されたドラマっていうタイトルの動画がメインチャンネルにあるんですけど、まあ、まさにそれを具現化したようなものなんですが、これ見ると下ヒゲ陰線で420円より上に戻ってないように見えますよね。ただこれ私売ったの421なんで、ここなんですよ。実際このヒゲで買ってるんですけど、この5分の間に1回ここまで戻してるんですね。で、それで結局下で終わってる。だから一見421円でなんか売る場所ないように見えるんですけど、まあ売れる場所はあったっていうことです。まあだからこれがこの5分足の、特に最初の1本目2本目に出てくるロウソクはそこに隠された、裏シナリオみたいな、まあ、シナリオって言うと変なのかな。まあ、そういうものがあるので、まあ、実際リアルタイムに見てないとわからないことって結構5分足だとあるんですよ。ただ私やっぱり5分足っていうのが一番使われてると思うので、大衆心理を読む上でやっぱり5分足、リアルタイムに使う5分足、これを最重要視しています。で、次です。リボミックなんですが、これちょっとびっくりしましたね。変えたのびっくりしました。464に入れてたんですよ。これ多分ほぼ最安値だったと思うんです、ここ。463をつけたのかな。で、ここで変えて、で、ちょっと下落幅。で、あと、この75本線あたり、この辺までの下落もちょっと怖いなと思ったんで、まあ、すぐ売りました。これ469に最初売り差しに入れたんですけど、ちょっと雰囲気見て468で売りました。これも実際ここら辺なんですよね。で、その後一回下がってるんで、ちょっとまあ、売っといてよかったかなと。で、この2つで4500円とりあえず、まあ、余裕はできたんですが、次これなんですよ。オンコリス。まあ、相変わらずここも相性が悪くって。で、ちなみにここに300株入れてたんです。2944に。で、でも、まあ、ここのちょっと、ロウソクの変わり目なところもあって、ちょっと嫌な雰囲気があったんで、200に変更しました。で、するとほどなくして変えて、100株は2950。雰囲気見てちょっと危ないかなと思って売りました。で、100株ホールドしたまま2914で200。かつ、29、あ、28882で100株買いました。ちょっと危ないですよね。400株持ちですね。で、まあ、この辺戻ってきて200株売りました。で、かつもう一回100株下で買いました。で、この辺で100株売りました。で、残った200はもうここで全部売りました。まあ、そんな、まあ、ちょっと、ざっくばらんな説明で申し訳ないんですけど。まあ、これでですね、実際じゃあ、オンコリスはどうだったかっていうと、トータルすると3515円勝ち。まあ、リスク背負ってまで得られたものっていうのは非常に少ないです。で、私はメインチャンネルではですね、分割売買とか、そういうふうにやるのは、いい悪いとかじゃなくって、技術だから、練習してるうちはやらない方がいいっていう話をしています。で、上がってもよし、で、下がってもよしっていう状況を作るっていうのはすごいメンタル面で大事なんですよ。で、ただ、練習中にそれをやってしまうと、まあ、例えばですよ、今日のこの私のオンコリスは、まあ、3515円勝ってます。じゃあ、良かったの悪かったのっていうと、おそらく悪かったはずなんですよ。だって、100株粘っちゃって、で、かつここで200株です。計300株持って、それも全部貫かれて、ここがあるわけですよ。まあ、含み損で言ってもまあ1万円ちょっとだったと思うんですけど、ただそれを持ってるってこと。この時点で買い値にこだわるデイトレとしては、まあ NG なわけです。つまり良くない。
ただ、まあ今私がそのなんていうんですかね、うまいとか下手とかそういう話をしてるわけじゃなくって、私は今自分の形を作って、もう完全に確立してる状態なので、何かがあったとして大きく変えるようなことは今ないと思うんですよ。だから、その上で、まあ100株売ってる。で、そこで軽くしておいて下がってもよし。で、上がったら残り100株を利確する。だどっちもいい状況を作り上げてます。で、ここでか、さ、えー、ここまでで400株買った後に、また半分である200株を上で売り抜けて、で、また上がったらそれを売る。他を売る。で、また下がったら買い増しすればいい。まあ、この上がってもいい、下がってもいいっていう場所を2箇所で作り上げたんですよ、今日。で、だから言ってみれば、最初に買った2944だか3あたりのあたりまでは、まあ、ほとんど戻ってないと。まあ、戻ってんのかちょっと。まあ、でもどちらにしろそれを助かるような場面じゃないんですよね。利確できるような場面ではない。でもそれをトータルして利確に変えてるわけです。これでも強引に変えてるわけです。だから練習っていう意味で言うならば完全に NG です。で、ただから練習を積み重ねていって自分の形ができた後にこういうふうにその逃げるための計画的な難品。こういうやり方は大いにありだと思うんですね。だからそこら辺ですね。まあ難しいんですよね。その説明する方もちょっと何とも言えないんですけど、難しいんですけど、まあなんていうかね、一つ基盤がきちんとしたら、こういう考え方もありかとは思いますが、練習中は、まあ、今日これ、私のようなこのやり方をしたときに、わあ、よし、うまく勝てたぞって思っちゃいけないと思うんです、今日みたいなこの価値は。なんとか切り抜けさせてもらったに過ぎず、実際は良くないトレードだったと思うんで、飲み込まれてる時点で。そのあたりを明確に認識するためにも、練習中に、自分の、正しさ、整合っていうのかな？まあ、それは正しいか誤ってるかを、まあ、ごまかすような、その濁すような練習はしない方がいいと私は思っています。その次、これはここからも最悪ですね。先にこっちかな。エディアなんですけど、まあ、エディア、これは先に入れてました。朝っぱらに486円。夜前に入れてまして、これ1000円株入れて、まあ、変えてあっさり、これが、5477円取れてるんですけど、まあ、491と492で500ずつ売ってるんですが、何が良くないって、変えたこと気づいてないんですよ、私。音とか出してないんで。まあ、多分何か、注文した時と同時にポップアップはするんですけど、同時にポップアップしちゃって多分気づかなかったと思うんですよ。だから、たまたま取れてるのと、もう一個こっち、リプロセルなんですけど、これも実は、これなんとここなんですよ。416円で私1000株買ってるんですよ。409までだから7000円の含み損作ってるんですけど、全然知らなくて。これもここで415まで戻ってきて気づいたんで、ちょっとやっぱりどこか疲れてるっていうか、なんかどっか気が抜けてんだなっていうのもあって。まあだから気づかなかった2つはトータルすると、まあこれ結局415と417で500ずつ売ったんでトントンなんで、まあ気づかなかった2つで5000円ちょっと取れてるんですけど、まあもちろんでもそれはね、自分の入れた差し値、買い差し値が、まあもちろん根拠を持って差し値入れてるんで、まあだから、なんていうんですかね。自分の指し値が悪くなかったっていう判断をすればそれまでなんですけど、ただ変えたことに気づかないっていうのはちょっとどうかと思いますよね。まあもちろん、いっぱいこの指し値が刺さってとか、慌てるような局面だったらそういうこともわかるんですけど、今日結局5銘柄しか取引してないわけで、オンコリスにそんなに意識を持ってかれるほどの状況でもなかったわけで、その中で2銘柄の約定を見逃してる。ちょっとこれは自分でも普通じゃないと思うんで。まあでも疲れてるとかね、言い訳が通じる世界でもないんで。まあとりあえずゆっくり自分のしたいことをしながら、まあよほどチャンスと思ったらもちろん買いますけど。まあそんな感じでやっていければと思います。まあちょっと今日の取引こんな感じでした。一応最後にお見せします。はい、これです。13,451円。まあだから約13,000勝ち。26分間でこれで、あと使った金額も310万。で、同時に入っていたのは、まあ、気づかず同時に入ったのがエディアとリプロなんで、この2つの1000株ずつで、まあ、100万同時に入ったのかな。で、あとはあれか、オンコリスが最大400株買ってるんで、まあ、120万ぐらいは使ってた時があったってことですけど、まあ、実際、口座の中に40万か45万ぐらい。あれば事足りるようなトレードでした。まあ、でもちょっとすみません、言い過ぎですね。だってあれですもんね。リプロとエディアは差し値入れっぱでしたもんね。だからそう考えると、
それも使ってるって言わなきゃいけないんだから、まあ、オンコリスが120万プラス100だから220万か。そうすると、口座の中にやっぱり75万ぐらいは必要だったってことですかね。まあ、でもそのぐらいですね。はい。だからそんなにこう、真似できないことは私は絶対やってないと思いますし、まあ、少しでも、あ、なるほど、こんなに、まあ、簡単にっていうのは変かもしれないけど、こんなに、まあ、さらっと、1万円程度だったら、このぐらいさらっと取れるもんなんだなっていうふうに、どこか感じていただけましたら、チャレンジしてみてほしいなとも思います。もちろんどんな時でもリスクはあります。今日の私のオンコリス。これも一歩間違えれば結構2万3万とやられる可能性もあったんで、まあ、そのあたりはもちろんですけど、注意しながら、まあ、自己責任のもとやっていただければと思います。それではまた今後もこういう動画、まあ、不定期ですけど、撮っていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。よかったら高評価ボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。